永井香織の眉毛の参考書歩行編。ポーチェ2019年3月号では眉毛の参考書ということで、24人もの女性たちの眉毛を大変身させました。その際にたくさんの女性たちに会って気づいた点がありますので、そのあたりをまとめてお話ししたいと思います。まず一つ目は、こうなりたい理想の眉とか作りたい眉のイメージがあるからといって、それに近づけるために、特にこの眉尻から外の方を反ってしまったりとか、切ってなくしてしまって、でなくして好きな形に描こうとする、こういうふうに、してしまっている方が結構いました。そうするとですね、どのように特に眉尻の方ですね、仕上げていいかわからないっていう感じで、こうどん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 眉のポジション取りが難しくなっていくので、これで悩んでる方多いなっていうふうに思いました。例を見てみたいと思うんですが、こちらの方も結構眉尻の方をいじってしまっているので、なんとなくこう下がった感じにしかやっぱり描けないんですよね。山をこうどこに取っていいかわからない。私の場合は少し、上の方に描き足していますが、ここに本来生えてたらよかったのになというような、部分に描き足しています。もう一人、はい、この方もやはり眉山から外、眉尻にかけてを、ちょっといじってしまって、どういう風に言っていいか分からず、なんとなく下がってしまう。先ほどと同じ、例だと思います。本来は多分この辺りに生えていたかなという気がするんですね。自分が生えている、眉毛の山位置をうまく利用して、それで、なりたい印象に近づけていく方が、自然な仕上がり、そして、まあ、美しい自分らしい眉毛になると思いますので、あまりこういじりすぎない自分の眉の生え方を、まあ、認めるということが大切だと思います。次にですね、こう眉毛は自然に生やした方がいいよと言われても、とはいえ、もう抜いちゃって生えてこないよ、特に眉山から眉尻のあたりに生えてこない、そういった方多いです。で、この生えてこないというのを無視して、初めから髪色に合わせて明るいカラーで眉を描いてしまったりすると、生えていない部分だけが非常に不自然に目立ってしまうことがありますよね。この生えていない部分には、まず初めに疑似眉を作る必要があります。アイテムはリキッドアイブロウ、またはジェルタイプのアイブロウ、そして暗めの、極細ペンシルが疑似眉作りには適したアイテムだと思います。疑似眉の描き方なんですが、よくですね、まあ、こう毛が生えているように見せる、それが疑似眉なので、毛を描くようなイメージでこうやってツンツンツン長めの線を入れてみたり、あとはここをぐーっとこうね、縁取ってしまったりということで、長い線を描いてしまうと自然に生えているような毛というふうには、印象付けられないんですね。はい、描き方はこんな感じで、本当に点を打つような感じで、こうちょん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 、本当に短い線、点に近い線を、密集させて、これらのアイテムで行ってみてください。それで、疑似眉はあくまで一番初めの工程です。眉毛が、あたかも全体的に生えているかのように仕上げることができたら、その後に髪色に合わせたり、好きなイメージに合うカラーをのせて眉毛全体を仕上げていくというやり方になります。次に気になったのが、眉毛のポジション取りです。私から見ると、その素敵な印象的な目の上に沿うべき眉の、ポジションがあまりにも下すぎるな、もうちょっと上に、捉えた方が素敵なのになと思う方が結構いました。眉と目の距離が近い方が彫り深に見えて素敵だよねっていうようなことをよく言われていると思うんですが、これはみんなにとって、必ずというわけではありません。こちら、はい、こちらの方ですね、自分で描いている眉毛なんですが、結構目と眉毛の距離がかなり近いですよね。この方の場合、二重がはっきりしていて目にインパクトがすごくあります。そのような方が眉を目に近づけすぎてしまうと、ちょっとアイゾーンが派手に見えすぎてしまったり、して、ちょっと重たく見えてしまうんですよね。なので、私の仕上げた眉の位置は、少し上の方に描き足して、
この距離をすっきり見せています。この方が印象的な目元がさらに引き立つんではないかなと思いました。二重幅が大きく目がもうくっきりパッチリしている人、彫りが深く非常に立体的な顔立ちの方、こちらのケースに当てはまる場合が多いので思い当たる方はチェックしてみてください。はい、そして次に気になったのが、眉山がないという方々が結構いました。眉位置は少し目に近い方が彫り深に見えるよねという、意識が皆さんあるので、ついついこの眉の下の方の毛は、そのまま生かして、で山を取ってしまってやはり下に描いていくっていう方が結構見受けられたんですね。そうするとどうしてもこう締まりがないというか、すっきりした印象が出せていない、そういう人たちが多かったです。はい、この方ですね、眉山をなくして眉の山の下のところを、まあ、生えているままにしています。そしてなんとなくその延長でこう描いているので、やはりちょっと下がったぼんやりした印象、こちらの方は眉山を復活、ここ生えてたはずなんですよね、ここに描き足して、で、少しもさっと重たく見えていた、山下の部分をあえてカットしました。そうすることで、ここ距離は出ているんですけれども、やっぱり目がキラキラと印象的に見えますし、なんといってもちょっと美人顔になっているかなというふうに思います。もう一人いきます。はい、この方も一緒で、眉を下に下げなきゃ、そんな意識から山をカットしてしまっています。そして眉下はなんとなく生えたまま、ちょっと下がった印象になっていると思います。ですから生えていたはずの眉山を描き足して、ちょっともさっとして見えていた山下の部分に空間を作りました。そうすることで目も印象的、結構大人っぽくすっきりとした女性像になりたい、そんな風におっしゃる方たちが多かったので、そういう方はですね、やはりきちんと山は作った方がいいですよね。また、まあ、今現在ここいじってしまって生えていない方々たち、どのあたりに山を捉えに行ったらいいかなって迷いがちだと思います。まあ、目安は目尻の上ぐらいになんとなく山を、持たせるように、今は仕上げておいて、なんといっても生えてくるのを待って、自分の眉山を生かして後に描いてほしいと思います。いろいろな眉の形を見てきましたが、本当に眉っていうのは人それぞれで、本紙を見て自分の眉にこう近い女性を見つけて、勉強していただくのがいいかなって思います。何度も言いますけれども、やはり眉毛というのは生えている状態、自分だけの眉の生えている形をやっぱり認めて受け入れて、そこから仕上げていく、メイクをした女性たちは私が仕上げた眉を見て、わあ本当に生えてるみたいというふうにおっしゃっていました。これほとんどの人が言っていたことなんですが、いかにも作り上げたっていう眉毛よりも、もともと私こんな眉毛生えてるんだよ、そんなふうに、見せてあげたことでみんな喜んでいたんですね。ですから理想はあたかも生えているような、まあ、自分らしい自然な眉毛ということが、大事だと思いますので、これを頭に入れて眉メイクしてください。つまり眉を制するものは人生を制すると言っても、過言ではないかなっていうふうに思います。みんな迷ってる、悩んでる人たちも多い眉ではありますが、今回の特集をきっかけに皆さんの、眉メイクが楽になったらなというふうに思います。頑張ってください。